はい、のちTV始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のちザワイズです。はい、今回はランマンの第45話について話していきたいと思います。はい、今週の最後のね、回ですよ、ランマン。今回はまずは万太郎が、あれですね、寿恵子さんの和菓子屋さんに行ってね、思いをお母さんとお父さんだと思ってる人に、なんて言うんだろうね、万作さんのことはお父さんと思ってたぽいですね、そのね、自分の決意をね、話しに行った日、もしあれいた場合はどうだったんでしょうね、あれね、いた場合はそれを本人に伝え、ちゃんと伝えたのかな、本人にちゃんと伝えないでね、あんまりもう来ませんみたいなのもなんか変ちゃ変ですよね、まあでもやる気がね出てる感じでよかったんではなかろうかとね。そんでその後なんか印刷のところにね、多分和菓子を持って行ったんでしょうね、で印刷屋のね、奥田栄治さんがいましたね。夜間で水飲んでる奥田栄治さんがいましたけども、なかなか来週はハードな感じになりそうだなという感じでしたね、今回は。あとは長屋のね、山谷かすみさんと鳴海瑠璃子さんのね、過去今日ねちょっと知ったって感じですかね。いいですね、いろんな人の生い立ちがね、こう聞けるとこっちはね、興味がどんどん湧いてきますからね、はい、そんな感じで和菓子屋さんの和菓子ね、かなり気になりますね。ねえ、いや食べたい。はい、そんな感じで、来週も楽しみにしたいと思います。はい、私 D のんちザワイズは6月の9日来週の金曜日ですね、歌は続くよどこまでもというねアコースティックのイベントがありますので、ぜひ皆さん東京吉祥寺シルバーエレファントの方に、遊びに来てください。よろしくお願いします。待ってますね。ロックの日ですから、6月9日ね、ロックの日の金曜日、何かロックなことをやりたいと日々考えておりますので、ぜひ足を運んでくれたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、概要欄の方にね、どうしても来れないという方の有料配信となってますんで、ツイキャスの方のチケットをご購入お願いしたいです。そして私の方の情報が欲しい方、チケットの予約したい方などは私の公式 LINE がありますので、そこをね、登録していただけるといろいろ私の情報なりが届くようになってますので、ぜひぜひ、登録お願いします。はい、そんな感じで、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それじゃあまた。バイ。